パナホームは日本最大の過信装置の限界値を含む140回の実験を繰り返した。その限界値は東日本大震災の 1.8 倍、阪神・淡路大震災の 4.3 倍。この過酷ともいえる実験に平然と耐え抜いた。この国では波の構造では大切なものを守れない。生きる家パナホーム、生きる家検索。